トゥギザーしようぜはいどうもおーちゃんですこちらはオフライン収録のトゥギザーしようぜということで動画に対するコメントをお気軽にお寄せいただければと思いますなおコメントいただく際には誹謗中傷や過度な表現はお控えくださいね最近ちょっと過激な発言が増えてきておりますのでくれぐれもご注意ください YouTube の禁止用語に引っかからない範囲で一ひ,ひねりして投稿してくださいね また、こちらの動画が参考になりましたら、グッドボタンでの評価とチャンネル登録、メンバーシップへのご登録もお待ちしております。メンバー限定ライブも行っておりますので、ぜひ、メンバーシップのご登録と、限定ライブへのご参加もお待ちしております。それでは、今回の話題です。 はい、今回取り上げる韓国の話題なんですけれども、え、連日ですね、お茶の方でもお話ししている、福島原発の処理水、汚染水って言ってるのは韓国だけですよ。処理水についてですね、え、またおかしなところ、え、野党がかみついていたので、そのニュースご紹介したいと思います。よいしょ。お茶ですね。韓国野党、海軍将兵、日本汚染水を飲むこと、うん、飲むことになると。はい。与党、また BSE のような会談であるということなんですね。どんなお話なのか。では、ニュースの方、ご紹介したいと思います。 韓国、えー、国会国防委員会全体会議で、与野党が福島汚染水問題をめぐりぶつかったと。はい、処理水な、うん、作戦中の海軍が汚染された海水を浄水した後に飲む場合、問題があるかもしれないという野党の主張に与党は、会談として先導していると対抗したということなんですね。一体どんなことを言っていたのか。はい、ご紹介いたします。6日に開かれた国防委員会で、民主党の、えー、キム・ビョンジュ議員は、 海軍、えー、艦艇が長期作戦に出ていくとき、水タンクの飲み水がなくなった場合、将兵は海水を増水器、えー、に通して飲む、まあ、あの水を作る機械ですね、増水器を通して飲むと。はい。増水器は、えー、塩水。塩分は除去することができるが、放射能は難しい。海軍が汚染水をそのまま飲むことになるという意味と話したと。うん。同党の、えー、ソル・フン議員は、2011年、事故直後、 福島近海に停泊していた米原子力空母ロナルド・レーガンの将兵が浄水された海水を飲んで放射能被害を受けた事例を取り上げたと、うんまあ、これ後ほどご説明いたしますけれども、えー、これは、えー、韓国議員がですね、えー、誇張した表現です、はい、ソル議員は放射性、えー、汚染水のうち えー、三重水素、トリチウムのことですね、は増水器で除去することはできないとし、三重水素が人体に入ってくれば、各種危険を引き起こすか、国防部の対,対処法案は何なのかと。対、は、応、いまあ、として、その前後策としてどういうものを持っているのかと、えー、いうことで、声を高めたと、はい。これに対し、イ・ジョンソプ国防部長官、はい、イ・ジョンソプ出てきましたね。はいおチちゃんはずっと最近、ちょっとイ・ジョンソプの、えー、言動をずっと追ってるんですけどね。 レーガンが福島近海に停泊していた時と今は状況が随分違うとし、国際原子力機関 IAEA と協議して安全な水準までにしてから放流すると理解していると話したと。はい。まあこれ IAEA のことをですね、引用してお話ししてるだけですね。野党はこのような軍当局の態度が消極的だとし、先制的に対応することを注文したと。はい。まああのー、政府の方がですね、もっと積極的になれよということを言ったわけですね。民主党の孫、えーソン 国事議員は IAEA、e、は問題なく管理しているとコメントしているが国民は信用できていない状態とし手をこまねいているかむ、えー、無対策を掲げているのが問題と指摘したと、はいまあ、政府に対してそこを指摘したということですね与党は過去に BSE 牛、えー、牛牛ですね海面上農症、えー、ありましたね BSE の問題ね、はい、牛肉論争、えー、サード高高度防衛ミサイル配備時の えー、電磁波論争に言及しながら野党がまた会談で、えー、おかしな話で無理な政争を広げようと繰り広げようとしていると批判したと国民の党のソル・イルジョン議員は 米国で毎年放出する、えー、三重水素の量は福島より85倍になるとし IAEA、e、の、えー、TF タスクフォースですね、はい、作戦部会チームに韓国の原子力安全技術院も参加していると話した続いて日本が放流決定を2021年4月にしたがムンジェイン政府の時ではなかったかとし政権を奪われたからといってこれで反日追及をしてもいいのかと詰め寄ったと、はい、言ってることがちょっと逆になってるぞ逆行してるぞとはい 軍当局は福島汚染水が海軍作戦に影響を与えかねないという観測に過程を前提に意見を出すのは控えたいと、はい、軍人さんらしいですねという立場だとただし最近では作戦時に十分に飲み水を、えー、積載して出港するため増水器で海水を浄水するという場合ですね、えー、それそのものは多くないということなんです軍内部では IAEA が許容する範囲の放流を 韓国海軍だけが立ち上がって問題にすることが国際社会の支持をどれくらい受けられるのか懐疑的な見解が少なくないと。はいまあ、韓国ののですね海軍がそれについてあの 指摘したところでですね、えー、国際社会の方で、えー、IAEA、e、の方で、えー、決めたことっていうものにどれだけ影響するのかっていうのはですねそんなに影響しないんじゃないかなってことを言ってるわけですねはいまあいずれにしましても IAEA、e、の IAEA、e、のですね調査結果っていうのは出てますし問題ないとされておりますので、えー、気にすることないと思いますはいではおーちゃんの感想いきたいと思いますはいそれではおーちゃんの感想ですよいしょ お茶の感想、言いたいことばかり言いやがってと思いますね。はい。韓国政府や議員がギャーギャー騒いでいる間に iaea が福島原発の処理水について、現状ではその処理工程に問題がないことをしっかりとレポートで明言しているだろうと。とはい、お前ら何を読んでるんだとうん。 わざわざ福島県沖まで行って海水を浄水するわけじゃないんだから騒ぎ立てるようなものでもないし何な,なら月城原発付近の汚染水の方が放射能まみれなのだから安全確認のために浄水して検査でもしてみればいいとはいあんまりねあの人のことをね上げ足ばっかり通るんじゃなくて、えー、あの東大元暮らしですねえー、韓国月城原発の周りのねえーあのー、海洋遠洋でも結構ですえー、あの付近の海水を調査してみろよとうん それこそ、あの、増水機にかけてですね、飲んでみろえと、飲めんのかえという話ですよね、えー。2011年の米軍の友達作戦にはとても感謝していますと。はい。もう翌日にはね、えーと、シンガポールの方からですね、艦隊が来たりとか、すごかったですね。すごいスピーディーでした。はい。今思い出しても、いろんな本当にあの感謝しきれないです。いろんなことが同時的に起きてたんでね、えー、すごいなと思いました。2万4000人もの兵士の方々が、福島をはじめ、東日本を支援してくれたことには感謝しかありませんと。はい。 本当に感謝しております。ありがとうございました。しかしですね、現時点で作戦に参加したことで被爆したという事実はないんです。2014年に米国国防省の連邦議会に提出された報告書でもその因果関係については否定されていますと。はい。訴訟が起こされていることは事実としてあります。はい。それは存じ上げています。ただですね、だからといって被爆したという事実を証明しているわけではありませんと。はい。まだ訴訟についてはまだ結果が出てません。はい。それが起きているってだけです。難癖をつけたいのはいつものことですが、 他国の事情について言及するのであればそれなりに調査してからにしていただきたいと、はい、アメリカに対しても失礼ですし日本に対しても失礼ですユン、はい、政権に代わって反日を叫ぶために文政権時に海洋放出について IAEA が認めるのであれば認めるとしていた発言を否定するというのはさすがの鶏頭ですが幼稚でしかないですと、うん、もう呆れて物も言えないってやつですねはい まあ、ちょっとね、話は変わるんですけれども、このしっかしですね、えーあのー、イ・ジョンソプ長官ですね、はいまああのー、この問答についてですね、委員会で、えー、発言していたイ・ジョンソプ長官なんですけども、いまだにですね、自衛隊の哨戒機に対するレーダー照射問題について認めていないんですね。はい、うん。日本から威嚇された、威嚇されたと言ってるんですよね。はい。この人はこの人で癖者なんですよね、と。まあ、こちらはこちらでどうなることやら、点々点と。 はい、あの途中も申し上げましたけれどもこのイ・ジョンソプ長官の発言言動についてはですねちょっと王ちゃん追ってますんでまた何かありましたらご紹介したいと思いますはいというわけでご視聴いただきましてありがとうございましたトギャザー塩津では視聴者様から取り上げてほしい話題を募集しております韓国の話題や中国の話題などアジア圏の話題からちょっとマニアックな経済やお金のお話などなどお気軽にコメントやツイッターの DM でご連絡ください王ちゃんのツイッターアカウントは動画の説明欄にありますので是非ご連絡くださいね 皆さんとさまざまな話題についてお話しできればと思っております。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。また見てね。